の漢方で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局尾木秀幸先生にお越しいただいています。尾木先生こんにちは。どうもこんにちは。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ先生、今日のテーマは何でしょうか。はい、今日はですね、昨日が3月3日ということで、あのひな祭り、あれですけど、耳の日でもあるということで、あの今日は耳鼻科系のですね、疾患についてちょっとお話しさせていただければと思ってまいりました。さあ耳鼻科系の疾患というとどういったものがありますか。はい、まずあの耳鳴りであったり突発性難聴、あと中耳炎、あと滲出性の中耳炎、外耳炎ですね。あと結構多いんですから、あのメニエル氏病、めまい、で、あとは耳鼻科系と言いましたら、鼻のですね、あのアレルギー性鼻炎であったり、あと副鼻腔炎、蓄膿症であったりというのが耳鼻科系の主な、疾患と言われるんですね。はい、その中でも今日は耳鳴りについて特に取り上げていただきますけれども、先生、あのまず耳とめまい、これはどういう関係がありますか。はい、まずですね、この耳の中なんですけども、この耳の中にはこの三半規管というですね、本来はこの平衡感覚を司る器官があるわけなんですが、でこの三半規管にですね、障害があるとですね、めまいを起こす原因になるんですね。であとそのめまいのほかに耳鳴りであったり、ひどいケースとしましたら、メニエル氏病ですか、もう回って回ってゲーゲー吐いてしまうであるとか、そういうふうなあのひどい、疾患もあるという病気なんですね。はい、では今日は症例お二人ですね。はい、まずお一人目はどういう症例ですか。はい、お一人目の方はですね、5、6年前からこの耳鳴りでお悩みの方の症例なんですね。でどういうふうな自覚症状かといいますとですね、まずキーンという音で、ゴーゴーとかですね、ザーという音が時々鳴るっていうんですね。でめまいも時々起きてですね、でめまいでもこう横に揺れる感じですね。天井がこうぐるぐる回るんじゃなくて横にこう揺れるような感じで、あと多少のぼせをですね感じてしまう。で病院で検査したんですけども、この方ですね、異常なしということで、要は異常なしということをして、また薬も投与されなかったと。であとその、別の病院でですね、半年治療したんですけど、こう治らないと。で胃腸が弱くて食欲のない方で、下痢気味ですと。でコレステロールがこの方体質的に高いんですよね。であとこの方、以前にですね、メニエル氏病で通院したこともあると。で病院の方からはですね、安定剤とビタミン剤をいただいてますという方の症例なんです。でこちらの方にはですね、涼啓十間湯というお薬と、あとこのコーナーでも何度かご紹介させていただいた流啓ですね、血流をこう良くしていくと、これを併用していただいたんです。でその経過なんですけども、まず1ヶ月経った時点ではですね、便がこう硬くなってきたんですね、少し。でお腹の調子がこう良くなってですね、めまい感が少し良くなってきたと。で3ヶ月経過した時点でのコメントがですね、キーンという音が多少小さくなってきた感じがすると、ここら辺から少し動いてきたんですね。で5ヶ月経過した時点ではですね、のぼせ感やめまいもですね、最近ではあまり気にならなくなってきて、で耳鳴りもですね、気にならないと。で、耳鳴りの日にちもですね、気にならない日が増えてきているという部分も言われてたんですね。であと血液検査をした結果の方もお話しいただきましてですね、検査結果コレステロールの値も下がっていたということをこの5ヶ月の時点でおっしゃられたんです。で9ヶ月経った時点ではですね、耳鳴りしない日がですね、週に 1、2 回ありますと。で13ヶ月経過した時点ではですね、最近ではこの耳鳴りが全く気にならない日がですね、多くなってですね、体全体の調子も良くなったという方の症例なんですね。はい、はい、では続いてお二人目お願いします。はい、お二人目の方はですね、この4年以上前からこの耳鳴りでお悩みの方の症例なんですね。でこの方はですね、常にこう左耳でこうセミが鳴いてると。
でジージーという音だとかこうキーンという音、まあ、こういうふうな音もある。で静かなところに行ったりですね、夜寝る時にですね気になって、まあ、あの不眠になることもあるんですというふうなことをおっしゃったんですね。であとあの頭のですね締め付けられるような感じおよび、まあ、頭重感がありますと。で常に肩こり、頭痛、あと時々めまいも起こしますと。で仕事上ですねイライラすることが多いそうなんですね。で便秘しやすいということ、あと血圧も高くてですね、あの検査なんかで動脈硬化症、高脂血症と言われたこともあると。でご相談いただいた時にはあの病院の方からの血圧を下げるお薬と、まあ、コレステロールを下げるお薬、これを服用しますということをおっしゃった方の症例なんですね。でこちらの方にはですね、まあ、漢方薬としましてはあのサイクア牛骨ボレート、まあ、これを服用していただいたんです。であとですね、あの食事のその前にですね、あのこのコーナーでもご紹介させていただいた解凍紅茶ですね、はい、あのまあ生活習慣病のお茶ですが、これをまあ普通のお茶代わりにまあ飲んでいただいたんです。でその経過なんですけども、まず1ヶ月経った時点でのコメントがですね、多少のぼせ便秘が良くなったと。で2ヶ月経った時点ではですね、キーンとかジージーという音がですね時々鳴らないことがありますと。で血圧もですねこの時点で多少下がったということもおっしゃられてました。で4ヶ月経過した時点ではですね、頭が重い感じ、これがなくなったんですよね、はい。で6ヶ月経過した時点ではですね、夜耳鳴りがこう気にならなくなってですね、不眠になることはないと。で頭重感や肩こりで悩むことも少なくなりましたというふうなことをおっしゃってました。で10ヶ月経った時点ではですね、耳鳴りもたまに聞こえるんですけども、以前のように気になることはなくなってですね、最近ではこの血圧もあとコレステロールもですね下がって落ち着いてますという方の症例なんです、はい。その耳鳴りだけでなく、そういった血圧だったりコレステロール値なんかも安定してくるんですね、はいはい、そうなんです。で漢方薬の特徴なんですが、やはり体をですね正常化に向かっていくっていうことなんで、結局その主症状の他の副症状ですか、副症状に関してもやはりあの良くなっていくというのが漢方薬の特徴なんですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、今日は耳鼻科系の主な病気として耳鳴りを取り上げていただきました。ここまで尾身秀幸の漢方で健康に、今週も一心堂薬局の尾身秀幸先生とお送りしました。尾身先生ありがとうございました。 ありがとうございました。